ゆい24。そうだと思う。よかった、すごい広いところだ。やったー、この前の足が伸ばせるところだ。首都高みたいな、もう右曲がって左曲がって右曲がってちょっともう慌てたわ。ラスに着いてレンタカーを借りました。今パパは右側運転、左ハンドルを頑張っております。スーちゃんは今日のために買った携帯用のチャイルドシートをしております。すごいちっちゃくてバッグにも入ってすごい便利でした。今日はお友達のお家にお泊まりさせていただく予定で、そのお友達も後でね、ご紹介できたらなって思うんだけど、あ、でも一回 YouTube に出てもらってるよね。そう、あの、そうそうそう、京都のさ、お茶屋さんに一緒に行ったご家族のお家に泊まらせていただくことになりました。すごい。ちょっとここさ、住んでるお家だから映せない、映せないけどさ、何ここの入り口、ね、あ、すーちゃん着いたよ。メイソン君たちのお家に着くよ、もうすぐ。So, yeah, you can taste the broth first. Okay. Yes, it's a little bit. Okay, okay. Very good. It's so good. Only one that, you know, we have in here. No, nowhere they have it. So, Tom-san, how did you make this? This is from chicken or chicken poultry? And then oxtail.本当に撮っていいんですか？ Yeah. Just blank out the photos. Okay, so... すごい？すごい。ダイニングルーム。わー。はい、ナオコさん。はい、エンちゃん。エンちゃん、はい。Say hi, エンちゃん。家が広くて迷っちゃいそうだね。ここキッズルーム、ね、すごいおもちゃがいっぱいある。はい、メイソン。スちゃん、ミカちゃん。あ、ここ私のバッグが入ってるってこと。 Can we stay here? マジで、うわ、すごい。やばい、これが家か。よかったねー、素敵ー。 Perfect. Oh my god, so excited. Thank you so much, guys. I appreciate it. おやすみなさーい。 おやすみなさーい。 スーちゃんも言って。 おやすみなさーい。 明日ねーって。 おばあさん、おばあさん。 おばあさん、おばあさん、おばあさん、ちょっと。
おばあさんみたいによ、せんお手手つないで、せんの、はい、おやすみなさい。アリエルの部屋みたい。そう、アリエルの部屋みたいでしょ。素敵じゃない？素敵でしょ。嬉しいね。せんちゃん、ここで寝るの？ねえ、ここ触ってみてよ。わぁ、わぁ、わぁ、気持ちいい。いいね。もうさ、すーちゃん、明日はさ、着物子に会えるよ。やったー。お絵かき一緒にできるって。どこで？ OCMA。 OCMA？ ANA じゃなくて、オレンジカウンティーにある美術館でみんなと会えるんだって。あー、眠たいから寝よう。明日いっぱい遊ぼう。でも嫌だ。何が嫌なの？すごいさ、寂しくない？だから写真撮ってくれ。楽しい？明日は着物子のみんなとお会いできるのを楽しみにしてまーす。バイバーイ。よし、行こう。行く。なんて言うんだった、すーちゃん。すーすー、なんて言うんだった？グッモーニング。グッモーニングって言える？よし、行こう。やる？せーの。一緒に。ミカちゃん。Good morning! You sleep good? Yeah, thank you so, so much! She wanted to say good morning in English. Mika が萌えさんに抹茶作りたいって言われてた。わー、嬉しい！ Thank you! じゃあ抹茶作ってくれるって。ミカ、ミカ。ミカ、ミカ。じゃあやってみましょう。行こう、行こう、行こう。みんな見せて、見せて。抹茶作ってくれるんだって。ここ？こっち？え、こっち？今こっち行っていい？バンバンレー。バンバンレー。ちょっとこんなのあるんだ。ベビーチェス製？すごい。チャイナスティーマンのマン。ありがとう。ミカが美味しい。わー、わー。 Who's that for, ミカ？モトさん。モトさんに。ちょっと試して。うん。おー、綺麗。わー、Thank you so much。あ、美味しそう。超美味しそう。最高。美味しい。What do you think? What color? What color? Purple. Purple? Purple? I like purple pink. Ooh, a pink にするって。It's purple. わー、素敵。Nice farm. すごい。持っててよ。いけるかな？おい、おい、おい。大きい。ぐる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 。出てきたのかな。あれ窓から出てきちゃったけど。あれ、すーちゃん、おい、すーちゃん。すーちゃん。すーちゃん、開けて開けて。Again。Again。わあ。
の白い方をお借りしてもいいですか。すみません、本当にごめんなさい。本当に本当にごめんなさい。オンチ、オンチ。あれない、あれって今さっき本当に忘れたって言ったら持ってるよ、持ってます。本当にありがとうございます。ちょっとお借りします。あ、全然大丈夫です。全然大丈夫。今回のファンミーティングは今日泊まらせてもらってケンタロウさんがされてる会社なんだけど、ジャフィニティさんが全部オーガナイズしてくださって、 OCMA さんがホストしてくださって、 OCMA かけるジャフィニティかける着物マムでさせていただくことになりました。本当にこのような機会をいただけてありがとうございます。なんか自分の話とか自分の気持ちとかをさ、なかなかこういう風な機会じゃないと伝えられないじゃん。嬉しいね。てかさっきびっくりしたね、草履。あれだけチェックしたのにやっぱり忘れ物しちゃったな。あれだけチェックしてたのに草履忘れちゃって、たまたま健太郎さんの着物を着付けに来てくださっていたよりこさんっていう方がお車に自分の草履を持ってらっしゃって、多分オレンジカウンティーの中に今草履あの2足しかなかった。本当そうだよね。いや日本でもないよ。東京に帰ったらこっちに草履を送ろう。オレンジカウンティーミュージアムオブアート。ここが今日のファンミーティングの会場らしいです。すっごい素敵。子供さんもたくさんいらっしゃるから、こうやって外に遊びに出れるところがいいんじゃないかって考慮いただきました。なんかとっても素敵なちゃんとした会場だから、モトとエリカちゃんがめっちゃ緊張してんだけど。あれ、モトとエリカちゃんがめっちゃ緊張しております。モトさんが緊張してる。ジャフィニティのケンタロウさん、よろしくお願いします。今日はあのお家泊まらせていただいているケンタロウさん、よろしくお願いします。サーヤさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光栄です。サーヤさんもあの私たちの京都の Vlog にも出てくださっていたし、はい、お世話になりました。よろしくお願いします。で、ウエスさんです。はい、今日もよろしくお願いします。それで皆さんにちょっと見てもらおうかと思って、今回はその旨味ソースの持ってきたんだよね。ちょっと抽選か何かリバーウェイを出していただこうかなと。20本ぐらい。あとはこれをまだみんなにお披露目してないんだけど、土鍋がアップグレードしたんですよ。これの2種類ですね。一番あのメインのやつはこのダブルのやつ、アニマルスタイルってやつなんだけど、こういうもうわわめちゃくちゃアメリカンな。すごい。アニマルスタイルってシークレットメニューで、あのメニューに載ってないんですよ。でもアニマルスタイルっていうと野菜多めに入れてくれるんですよ。ママ頑張れと思ってて、リカちゃんも緊張するっていうか、リカちゃんも頑張れって思ってて、かわいい、見せて。あ、プリーズ。カナダで住んでる方がね、途中で帰らなきゃいけないから。あ、そっか。だから私といてくださいって。ジョンとカナダからここにディズニーランドの旅行にたまたま来てらっしゃるんだ。だから出てこれば緊張しないの。なぜならみんなも私のすっぴんも、私がどんなところに住んでいるかも、私がどんな考えかも全部知ってるから。I wanted to touch a little bit about this, but if you want to just talk a little bit, I know there's some beautiful cooking products.You have. Can you just tell a little bit about, you know, what you have offered? And I'm interested in myself. What kind of products that you recommend for cooking that you're offering? ありがとうございます。去年の7月に着物マムストアをオープンして、皆さんの親子に何をどうやって日本に住んでいながら、視聴者の皆さんが海外にいてどうやったら皆さんの役に立てるかなと思った時に。子育てってすごい難しいなって感じていて、何かこう子育てでアドバイスくださいって皆さん言ってくださる方もいるんだけど、何かこう彼女がこう生きやすいように暮らしてあげたいなと親として考えています。さっきの
Just a video? Yes. Okay. So this is for Sucha? Sucha. Wow. Arigato tte. めちゃめちゃ頑張ってた。見てた？どうだった？面白かった。よかった。ミカちゃんたちと一緒にお家帰る？So, can you... Yeah, because she's sleeping, she's tired. Yeah, yeah. And you're gonna have like maybe one or two more hours. Yes, yes. Let me, yeah. I'm gonna call. Yeah. And then I'm gonna go home and feed them. Thank you. ファンの皆さんもさすが着物マムのファンだなと思いました。みんなもすごい穏やかですね。本当に素敵な方ばっかりだったね。そうですね。100% 素敵な方だったね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日本当に健太郎さんのおかげでこれが実現できて、うん、でそうじゃないとね、また私たち、じゃあ公園で何時に集合って感じ。いや私は全然。本当にありがたいです。こちらこそ。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。わあ、すごい。めっちゃボリュームすごい。なんと。金太郎さんたちがフレッシュなインナートを買ってきてくださいました。ちょっとね、さっき焼き鳥買いにいただいたんだけど、その場でバーッと食べられなかったから、ちょっと冷たくなっちゃってて、フレッシュで美味しいの食べた方がいいよってことで、今晩はみんなでインナートパーティーです。インナートのジングル知ってますか？歌、何それ、知らない。インナート That's what all hamburgers all aboutえ、アメリカ人は？それが宣伝の歌なんです。CM 来る。そう、アメリカ人はみんな知ってる歌、これは。そうですね。あの、アメリカのセブンイレブン、いい気分みたいな感じのみんなが知ってる歌。もう日本でめっちゃ話題で、全然食べられなかったの。すごい、もう念願の。やべ。スーちゃんも今日よく頑張ってくれてありがとうね。お疲れ様、スーちゃん。お家に帰りました。お家に帰りました。おいしい。これがファストフード一番。確かにレシだね。よく食べられるね、これ。なんかでもやめられない体。なんかちょっと食べてみた。おー、めっちゃ辛いじゃん。え、これやばくない？やばい。これはやばい。すごい辛いな。やば。でも、まあ、もう一度。やめられない。Yeah, and the design is very like, it's not, it's very inviting. Yeah, homey, like, welcoming. Yeah, it's not like, well, I have to be a professional to use it, you know, so I just like that, you know. I can be a normal home cook and this looks...そんな料理人のシェフとかじゃなくて、もう本当に家庭で使えるなって、すごい心がホカホカするようなイメージ。Yeah, and also like I feel like Japanese cuisine too, like there's a lot of different sauces, right? And you know, sometimes you have to, it can be confusing for Americans, whereas this just easy, just one. Yes, that's why I made this. ありがとう。かわいい。
ローズクォーツいいの？じゃあ、いまっしゃい、いまっしゃい。Thank you、ありがとね。バイバイ、See you soon。行こう、Let's go。バイバイ。はい、終了。スーちゃん、見るに。バイバイ、見てみんなバイバイ。